今年で17年目になるんですけど、今年は滑りも一新してしっかり全種目上位目指してやっていきたいと思いますので、今持ってるこの最新モデルを大会では使用したいと思うんですけども、今回、点数とかいう部分でカービング性の結構強いところをやっぱりジャッジの観点とされているので、そういったところでしっかりとこのスキーの性能を引き出した滑りをしていきたいと思います。特に僕はショートターン の板のこうしなやかにたわむところっていうんですかね、たわみからスキーの走りにつながるというところがやっぱりヘッドの良さだと思うので、そういったところをすごく感じています。ロングのところではやっぱりヘッドの従来のやっぱりどしっとしたこう安定感のあるスキーっていうことが特徴だと思うので、そういったところで足場の安定感っていうところから鋭いターンっていうのをやっぱり目指して滑っています。昨年9位というベストリザルトを更新することができたんですけれども、今年はそのベストリザルトをさらに更新するということと、種目別でもいい成績を残せるように頑張っていきたいと思います。ロングもショートも少し板が柔らかくなっているので、たわみを引き出しやすくて、コブとかもすごく滑りやすいですし、自分のこう進んでいく方向に対して、しっかり板と体とこうマッチングさせることがすごくしやすいスキーになっているのかなという印象があるので、このスキーと共に成績を出せればなと思います。もともとショート系が得意なので、ショート系のスキーのマッチはすごくいいんですけれども、今までちょっと苦手だったロング系も板を結構扱いやすくなってる分、自分のこうやりたい動きができてると思うので、どちらもすごくいいフィーリングの中で滑れてるかなと思います。今シーズン通してヘッドの合宿でもいいトレーニングを積んできて順調に仕上がってきているので、それを十分に発揮できれば、スーパーファイナルに残ることができると思っています。今年のは昨年のと比べるともう少しだけこう柔らかみが出て扱いやすさも増したかなと思います。ショットに関してはプレートがセパレートのものになっているので、よりたわみやすくて扱いやすいモデルになったのかなと思います。ヘッドのスキーは今年の板がとかではなくて、もう例年通り張り付くようなビターッという滑らかな動きが特徴ないい板だと思っています。今回ナショナルデモンストレーターになって1期目なんですけども、そこも踏まえ自分が磨いてきた技術をここで披露して上位の方を目指して頑張りたいと思います。やっぱりこうなんていうんですかね、そこに対して去年よりも順位を落としちゃいけないっていう自分の気持ちとか、さらに勉強してきたものを出していきたいっていう意気込みがあります。今年180センチのスキーを使用させてもらっているんですけども、扱いやすくて硬いバーになった時ほど発揮ができるような走りが出せるようなスキーになってて、ショートの方もちょっとこう昨年とはちょっとカットの方がちょっと自分の中では違うかなって感じがあるんですけども、走りだったり安定さっていうのが出てすごくいいスキーだなというふうに感じてます。今年でコロナの大会なかった年を数えると、10年目っていう節目の年ですので、しっかりと成績を残していきたいと思っているんですけれども、最低でも表彰台以上、最高でも優勝しかしたくないというような気持ちでいます。ショートターンに関しては女子の選手の方は今季ちょっとプレートをセパレートプレートということでジュニアプレートを使用するということになったんですけれども、そういった面では少し柔らかさも出て例年よりはコブも滑りやすくなってくるかなというふうに思っています。ロングターンに関しましてはやはりヘッドっていうのは昔からスピード系のスキーとても強いので、本当に安定感張り付き感っていうところが本当にいいですね。ヘッドのスキーどのスキーも素晴らしいと思うんですけど、すごく吸い付き感ですとか安定感、そういったところがすごく特徴で、私もすごく滑りとしては粘り強さだったりとか力強さっていうところを意識しているのですごく気に入っています。昨年 SAJ デモンストレーターの認定されて、基礎からといいますか基本からしっかり学ぶことができて、今その、デモになってからの1回目の大会ということで、すごく自分の中でも本当基本からみっちり練習してきたので、その成果を出せるように
頑張りたいなと思います。新しい板に関してなんですけれども、ショートターンも少し形が変わってしっかりテールの方もこう、鋭いターンができるような形になっているので、そういう切れ味のいいターンが、まあ、ロングショート問わずできると思います。やっぱり何といっても張り付き感、雪面に対しての張り付き感がこのヘッドの特徴かなというふうには思ってます。まあ、元からちょっと大回り系の種目は得意なところがあるんですけれども、まあ硬い板柔らかい板問わずこう順応していくというか対応していけるようにしたいかなと思います。去年は高校生で初めて出場して、今年大学生になって2回目の挑戦なので、去年よりいい成績残せたらいいなと思ってます。新しいモデルは板の裏がちょっと柔らかくなっているので、コブとか滑りやすくなっていると思います。ヘッドのこのまず雪に映えるイエローがとっても好き で来季のモデルはこの板の裏が白くなってて、とっても去年は黒だったんですけど今年は白になってとっても好きです。マテリアル規制っていう中小台のやつがあるんですけど、それで板の動きとかを見せれたらいいなと思ってます。僕自身初出場になるんですけど、まあ、スーパーファイナルを目指して、まあ、その後、順位としては20番以内を目指してやっております。まあ、初出場といっても1年目大会が中止になって、その後怪我だったりっていうので、まあまあ初出場だけど3年目ということで、非常にワクワクしております。ロングに関しては非常にまあ安定感がありまして、まあ、それは、ヘッドのスキーの強みだと思っております。でショートに関しても非常に安定感に加えて操作性っていうのが、増しているので、僕としては非常に、自分の技術とマッチしてすごく扱いやすい板だなと思っております。まあ、アルペンをもともとやってたっていうのもありまして、深いターンとその後のスキーの走りっていうのが自分の長所にしているので、そこを出していきたいなと思います。学連代表として出場させていただくんですけども、トップ10狙っていきたいです。昨年度の苗場での大会で、24位でした。自分は小回り系の種目不整地含め得意なので、そこで得点伸ばしていけばいいかなと思います。八方の雪質変わりやすいんですけど、それにしっかりヘッドのスキー対応してくれて、特に抜けがいいのでターンスピードとかしっかりジャッジに見せれるんじゃないかなと思いますね。この3月の雪質に変わってきてから特にターンスピードとかしっかり表現できてるんじゃないかなと思いますね。はい、ここ最近一桁順位に入ってないので、表彰台もそうですね、もちろん上がりたいんですけども、今のまあ現状を考えるとトップ10っていうところを目標にした方がこ うまくこう大会が運べるのかな、集中できるかなっていうふうに思ってます。まあ、ロングショートともにそうなんですけども、例えば短中に急激に何かこう圧がかかったりとか、急激にこうラインが変わったりっていうのがないんですね。乗り手が動いた分だけスキーが反応してくれるっていうようなしなやかさを持っているので、非常にこう乗りやすくて、タイミングも自分のタイミングでスキーができる、そういった印象があります。スキーのこうしなりというか、一番単中にこうマックスで力がかかった時にスキーのこうしなりが出ますけども、そこからしなりが解放されてスキーのこう走り抜けになっていくタイミングとか、そういったところがすごくこう滑らかなんですね。急激にポーンという衝撃が来ないので非常にバランスが取りやすいですね。はい、